衆議院選挙の期日前投票は今月16日から始まり、昨日までに5万6506人が投票しています。投票率は 6.06% で、3年前の衆院選の同じ時期と比べて 0.61 ポイント下回っています。下がった要因として、県選挙管理委員会は入場整理券の配送に遅れが出たことや天気の影響を挙げています。県内では今月14日時点の有権者数が93万1827人で、前回から2万5635人減少しています。衆院選の期日前投票は今月26日まで実施されていて、27日に投票と開票が行われます。